ピチット県はタイ、北部の県の一つ。ピッサヌローク県、ペッチャブーン県、ナコオンサワン県、カムペーンペット県、ナアン川とヨむ川が県内で合流し、チャオプラヤー川となる。それらの川は、肥沃な土壌を形成しまいやハスを、県内主要産物に仕立て上げている。1058年に、プラヤーコータボンテーラアラートによってピチットは、建設された。その時は、 スコータイ王国の領土であったが、その後はユタヤ王朝の領土となった。ピチットの名前は数回変わり、最初はサルワンという名前であった。その後オオカブリーに変わり、最終的にピチットと,となった。検章はピチットの旧称、サルワンをデザインしている。手前の木は県内にあるワット・ポープラタ・プチャーンの境内にあるバニヤンの木である。県木はセイロン鉄木。 県下はハスである。ピチット県の軍、ピチット県は12の軍に分けられ、その下に89の町と852の村がある。ムアンピチット軍、ワンサーイプーン軍、ポープラタップチャーン軍、タパンヒン軍、バーンムーンナーク軍、ポータレー軍、サームンアーム軍、タップクロー軍、サークレック軍、ブンナーラーン軍、ドンチャルーン軍、ワチラバーラミー軍。ありがとうございます。